再生医療とか、まあ、そういう生物っぽいこと面白そうだなと思って。生命工学って名前を聞いて人間の臓器を入れ替えたりする未来が来るのかなとか思って。先生がすごい話しやすかったっていうのが一番の理由ですね、うん、先輩がとても尊敬できる方ばかりで、まあ、一番自分が成長できると考えたからです。科学工学も楽しそうで、さらに有機系のこともできる講座もあるってことで、マカプロにしました。再生医療とか、まあ、そういう生物っぽいこと面白そうだなと思ってプロにしました。科学工学が一番実用的で、まあ、社会に貢献できると考えたからです。先生の雰囲気が授業を受けた時に良かったので、まあ、研究室もいい雰囲気なのかなと思って選びました。先生がすごい話しやすかったっていうのが一番の理由ですね、うん、一回研究室訪問に来た時に先輩方の雰囲気がとっても良かったので、あ、入った楽しそうだなと思ったからです。白衣着れる、それは重要かなと思います。活発な感じですね。学生が好きに研究したい、みんなでいろいろなことをやるって感じで活発な感じですね。三浦県最高です。先輩たちがすごい優しいので過ごしやすいっていうのはあると思います。みんながとても努力していて、まあ、一番成長できる場所と考えています。生体内の物質を模倣するっていう研究、生体内では外からの敵に対して抗体っていう物質が作られているんですが、それを高分子で模倣するという研究になっています。抗体が安い高分子でしかも安定で作られるので、非常に社会に有用であると考えています。細胞の分離を行っていて、将来的にはがん細胞の検出であったり、がんの治療に使えたらいいなって考えています。光合成するゲル作ってます。幸せに暮らしたいです。実力をつけて企業に入った後に、みんなを引っ張っていけるような人材になりたいと考えています。パイロットです。はい。